ギターヒーローへの道。実はもうね、前々から分かってるかもしれないんですけど、我々ほぼ毎週、はい、あ、まあそうですね、そうなんです、練習を費やしておりますので、はい、今までちょっとこう、まあ、アンプにつながずにやってたと思うんですけど、まあ今日もう見ての通り、そう、弦とかいろいろ買った時に購入した、ね、そうです、一緒に購入した。なんでまあ今日ちょっとこれもつなげてみつつ、なんか結構ね、うん、面白かったので、なんかそうなんですよね、はい、その辺もやっていこうかななんて思ってますので、はい、はい、ゼロから、ボリュームゼロからおお、すごーい、こんな大きな音初めて聞きました。なんか家とかでも何回も使ってみたんですけど、こうなんか鳴らしては止め、鳴らしては止めみたいな感じで基本的にここ、このこれ気になってたんですよ、ずっと。これで音出ないです。ん？あれ？で、一番下、左下のやつを上げると音がボリュームになってます、これは。怖っ。いやもう本当、あのね、これよくラジオとかでも言ってるんですけど、陰キャって大きな音が怖いんですよ。ちょっと下げますね。でも慣れてかなきゃ。だってぼっちちゃんもね、ステージで爆音の中、そうですね、ステージは本当に爆音なんで、これがあるんですが、このカラフルなこれらが一体何なのか一つもわからないまま今日を迎えてしまいました。基本的にまあ左から言うとゲートが入ってて、あとコンプワウ、ゲートはまあノイズゲートとかって言って、その、まあ、いらない音をこう削るというか、そのハウっちゃったりする時とかに使ったりっていうのと、あとその次がドライブ、でこれはなんかまあ歪みですよね、要はソロとか弾く時にももちろん踏むし、根本的にそのオーバードライブ、ディストーションって言って、その歪みを作る、はい、すごいエフェクターでもあるんですね。1話のエンディングですよね、ディストーション。まあそこから来てるかもしれないですね。すげー、はい、でコンプを入れます。わあ、すごい。うん、すごい。これコンプなし。あ、全然音の厚さが違うわ。そう、コンプってはね、大きい音を小さくして小さい音を大きくするんで、その圧縮してくれるんで、結構これ刺すとうまく聞こえるんですよ。ちょっと刺してもらっていいですか。これなし。なんかちょっとペライ感も。そう、これあると、そういうことだったんだ。まあこれは音が整うんで、確かになんか均一になる感じがします。そう、均一になるんで、なんかそのまんべんなくというか、本来だからあんまり鳴ってない音もちょっと出てきてくれるんです。ありがとう。ただ今日はこれは切ります。なんで？これは今日は切ります。鬼？じゃないですか、うん、ちょっと物足りないんで、これにちょっと歪みを足し、さらに、うわーかっこいい。これの倍のテンポできたらいいですね。タタ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 タ。26歳初泣き。情けね、やってみせますよ。そんな、私を誰だと思ってるんですか。ボチザロックの主演声優だぞ。はい、頑張れ。頑張れ。これも
もうほぼカノン進行マスターした。そうですね、多分セッションとかで一番弾きやすい。そう、あ、これ弾きやすいですか。弾きやすい。あ、本当ですか。セッションとかでなんか何やるみたいになって、初見の人とかでも、うんうん、じゃあカノン進行でいいっすかみたいになって OK、 じゃあキーどうします、あ、じゃあ G でっつって、はーいってなるんですよ。すげー。じゃあもう参加できますよ。え、これってでもじゃあ F とか F でって言ったら、そのこれで言うとこっからスタートする。そう、 F から始まって、これで F、 僕たちの場合ってこれちょっと番号で覚えてるんですよね、うんうん、これが例えばこれ D だ、どこ、D、一緒なんですけど D だったとしたら、はい、これが1になるんですよね。ああ、そしたら5になるってことか。そう、次が5になるんですよ。ドレミファーソだから、ドレミファーソだから、で6だから V1 A でこう。だ結構そのいろいろ、まあだから1563とか、うん、いろいろですよね。25とかなんかいろいろ関係性の、そう、だキーって数字で言われる場合もあるんですよ。じゃあ D の1625でってなったら、 D だったら D で6Em2 だから次が Em5 だから次がこっちか。呪文すぎるそうなんですよ。機能って言うんですけど、うんうん、その必ずキーによってその基準があるん で、 でそこでその転調したりとか、そのいろいろ他のキーから借りてきて借用コードとかって言うんですけど、そういうのが出てきて複雑になってきてするんですけど、でちょっとごめんなさい、アニソンっていう書き方をしたんですが、はいはい、一番下、まあよくあるね、進行でよく聞きません、うんうん、なんか、まあ、アニソンって言っちゃうとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、うんうん、まあよくある、使われてる、うん、カノンもちなみに多いです、うん、でこれに関してはアニソンどころか割と J-POP こういう進行多いです。そうなんだ。でこれで言うと、これもだから機能の話になってるんですけど、うん、ちなみにこれ何番だと思います？え、 G が1番じゃないんですか？違うんですよ。これがですね、ここがですね4になるんですよ。これまたちょっと複雑なんですけど、次がこれが3になるんですね。D が1が出てこない。本当だまあ1ここに出してもいいけどね。あ、要はルートがこれで言うと機能がキーが D になるんですよ、うんうん、まあ、これがいわゆるヨドゴド進行とかっていう、うんうんうん、キー自体は D なんですけど、まあ、その中でまあこっから始まってますよっていう、そのやっぱいきなり D から始まっちゃうとやっぱ明るいじゃないですか、すごい、ただこのヨドから始まることによってキーは一緒だけどちょっとエモくなる。あ、確かに途中から感があるんだけど、そう、マイナーなのかメジャーなのかみたいな、その中、うんうん、中間というか、お、それで言うと青春コンプレックスの秘めたる譜面、青春コンプレックスで言うと、だからこれがまた半音、そっか、でもその関係値は変わらないか、変わらないです。いやでもだいぶ一歩ずつ今かなり すごくいいペースで来てるんで大丈夫ですよ、うん、でもこの 1,2 週間でこうグッとなんか掴んだ感じありますね。なんかちゃんと理解して弾く、そうですね、それはやっぱ、まあ、まあ理論なんて正直後付けではあるんですけど、形だけでやっちゃうとなんかもう要は譜面がないと弾けなくなっちゃうんですよ。頭の中にある程度理解してやっといた方がいいというところで、うんうん、ちょっとごめんなさい、数字の話をまでするつもりなかったですけど、いや、はい、よかったです。機能としてはこんな感じなんで。